植本博之は、広島県福山市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。広島東洋カープ内野手の植本総氏は実定。阪神タイガース選手時代の2014年から2017年まで、球団内の選手会長を歴任。現役引退後の2021年からは、同球団の事業本部に席を置きながら、 タイガースアカデミーベースボールスクールの専属コーチを務めている。その傍ら野球解説者も務めている。福山市立松永小学校4年生の時に松永ソフトボールクラブにいてソフトボールを始めた。中学生時代には地元の軟式野球のクラブチーム松永ヤンキースに所属。1年生の秋から1番二塁手としてスタメンに定着すると3年時には 年間約60試合のリーグ戦で122個の盗塁を記録した。高齢高等学校への進学後は、甲子園球場で開かれる春夏の全国大会に、1年夏から3年春まで4期連続で出場。2年春の選抜高等学校野球大会では、一番打者として、1学年先輩の西村健太郎、白浜祐太などと共に優勝を経験した。 この大会で放った12安打は、選抜大会の1大会における、個人安打の2位大記録である。同年月の全国高等学校野球選手権、全国大会では2回戦で敗れたが、先頭打者本塁打を含む10打席連続出塁をマーク。大会後のアジアトリプル A 選手権で、日本代表として出場すると、最優秀守備選手賞を獲得した。 首相として迎えた3年春の選抜大会には、保守不足のチーム事情を背景に、3番、保守として出場。夏の選手権広島大会には、1番、二類手として、準々決勝にまで進出したが、広島商業高校の前に5期連続の、全国大会出場を阻まれた。早稲田大学スポーツ科学部への進学後は、東京六大学野球のリーグ戦に、 一年の春季から、生二類種として出場。在学中のリーグ戦、全104試合でフルイニング出場を果たすと、4年時には、首相も務めた。リーグ戦通算では、打率、265、4本塁打、46打点、39盗塁を記録したほか、二類種として、ベストナインを5回受賞。4年の春季リーグ、 対慶応義塾大学1回戦では、ホームスチールを成功させた。さらに、在学中には、第35回日米大学野球、第3回世界大学野球代表、第36回日米大学野球代表、第4回世界大学野球代表に選出。いずれの大会でも、生じる一種として活躍した。2008年の NPB ドラフト会議で、 阪神タイガースから三巡目で指名。契約金七千万円、年俸一千万円という条件で入団した。入団当初の背番号は4。2009年には、ウエスタンリーグ公式戦88試合に出場すると、リーグの最終規定打席に到達。リーグ3位の16盗塁を記録したが、打率は最終規定打席到達者で最も低い。 241で一軍への昇格にも至らなかった。2010年には7月8日の対東京をヤクルトスワローズ戦8回表から2類種として1軍公式戦に初めて出場した。翌9日の対横浜ベイスターズ戦では8回裏にダイソーで2類への投塁を試みたところ相手保守橋本省の送球が自身の体を直撃。送球が 外野に転がる間に一気に本類へ生還したため、公式戦初投塁と初得点を同時に記録した。同年8月25日の対、広島東洋カープ戦では、梅津智弘からの敵地打で公式戦初安打、初打点も記録。9月5日に、地元のマズダズーム、ズームスタジアム広島で模様された同カードでは、8番、二類種、として公式戦では、 初めてのスタメンに起用されると、初めて猛打賞を記録した。同年レギュラーシーズン全体では、公式戦28試合の出場ながら、打率、333、2打点、2盗塁、11得点という好成績を残した。2009年3月28日、阪神なるお浜球場にて2011年には、7月1日の、 対横浜戦で、大原真嗣から一位軍公式戦初本塁打、同月27日の対中日ドラゴンズ戦で、チェンウェインから満塁本塁打を放つなど、このシーズンは3本塁打を記録した。2012年は、オープン戦の守備中に、左肘内側の副人体を痛めた影響で、7月1日から公式戦に合流。 62試合の出場で1本塁打にとどまったものの、2塁打数が前年の7本から13本、投塁数が8個から13個に増えた。さらに、公式戦で初めての3塁打も放っている。2013年には、オープン戦期間中のワールドベースボール、クラシック開催を目前に控えた2月26日に、阪神と WBC 日本代表との強化試合で、阪神の 一番、遊撃手として、スタメン出場を果たした。しかし、六回表の守備で、日本代表の打者、坂本隼人の飛球を追って交代した際に、左翼手の伊藤隼人と交錯。転倒したまま起き上がれなくなったため、グラウンド上から担架で運び出された。さらに、その後の診断で、右目周辺の裂傷と、左足首全拒否人体の損傷が判明。 6月5日に2軍の全体練習へ合流したが、その後に、左足首の痛みが再発したため、同月24日に、左足関節内のクリーニング手術を受けた。同年8月29日の対読売ジャイアンツ戦では、スタメンで1軍に復帰するとともに、プロ入り後初めて三塁手の守備についた。結局、公式戦には25試合の出場にとどまった。 2014年には、阪神選手会の第15代会長に就任するとともに、プロ入り後初めて公式戦の開幕を一軍で迎えた。二類種の西岡剛が、同年3月30日に巨人との開幕カード第2戦の、守備中に重傷を負ってからは、西岡に代わる一番二類種として、スタメンに定着。 4月10日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、9回裏の第5打席で、ホルヘ操作から、プロイリアと初のサヨナラアンダを記録した。5月3日の対ヤクルト戦の守備中に、遊兵の打球を右手に受けて、親指抹節骨を骨折したが、セパ交流戦から戦線に復帰。レギュラーシーズン全体では、公式戦で、自己最多の131試合に出場した。 初めて規定打席に到達するとともに、打率、276、出塁率、368、7本塁打、38打点、20盗塁という自己最高の成績を残したが、守備面では、セントラルリーグの2塁手では最も多い17、失策を記録した。シーズン終了後の11月11日に、甲子園球場で開かれた、 日本プロ野球80周年記念試合では、阪神、巨人連合チームの2番、2類種として、スタメンに起用されると、フル出場で4打数にアンダ2打点という成績を残した。2015年には、29歳の誕生日と重なった7月4日の、対 DNA 戦で、1番、2類種として、スタメンに起用。1回表の第1打席に、 山口春から初級戦闘打者本塁打を記録した。しかし、同年8月4日の対広島戦で、守備中にダイビングキャッチを試みた際に腰と股関節を強打。出場選手登録の抹消を経て、精密検査を受けた結果、左上前腸骨曲の亀裂骨折と診断された。同月26日に一軍復帰を果たしたが、 9月12日に、左太もも裏の肉離れで、再び登録を抹消。そのままシーズンを終えた。レギュラーシーズン全体では、公式戦108試合に出場。失策数は12位で、前年より減少したものの、前半戦に打率が低迷したこともあって、打撃、走塁面の成績は総じて前年を下回った。2016年には、人気満了によって、 前年で退任する予定だった、選手会長を引き続き務める一方で、春季キャンプから、西岡や大和と、小児類で争いを展開。しかし、公式戦の開幕後は、西岡のスタメン起用が続いた。結局、上本は、開幕から代打で2試合に起用された後に、4月3日から5月7日まで、2軍での調整を余儀なくされた。 故障以外の理由で一軍を離れたのは2010年9月30日以来6年ぶりであった。さらに6月1日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦の打撃練習中にオツを発症。後に前屈できない状態へ陥ったことから翌2日から1ヶ月にわたって出場選手登録を抹消された。結局公式戦では日本塁打、打率。 257を記録したものの、出場試合数は前年の108試合から45試合に半減。3年連続のセリーグ最終規定打席到達を逃したほか、盗塁数も3にとどまった。2017年には入団以来着用してきた背番号400に変更。レギュラーシーズンの前半戦には、 3割前後の打率を記録するほど好調な打撃を背景に、じる類種の座を奪い返した。8月1日の対広島戦では、7回表の第4打席で、左中間に飛球を放ったところ、打球と左翼手の松山隆平が、外野のフェンスに激突。上本は、広島の外野陣が、フェンスで跳ねた打球の処理へ手間取る隙にダイヤモンドを一周、できたことから、 シーズン6号本塁打をプロ入り後初めてのランニング本塁打で記録した。阪神の選手による公式戦でのランニング本塁打は1998年7月4日に広島市民球場で催された同カードで坪井智也が記録して以来19年ぶりである。しかし1点ビハインドで迎えた9回表一 c 一類での 第5打席で今村武氏から空振り三振を喫した際に状態が回転した挙句広島の保守、相沢翼と正面から向かい合う形となり、さらに一塁走者の西岡津義が二塁にスタートを切っていたことから、上本は相沢から二塁への送球を妨げたとして、球審の杉永正信から守備妨害によるアウトを宣告されるという異例の展開で、 試合終了に至った。9月には月間打率が435にまで達するほど好調でセリーグのレギュラーシーズン最終規定打席にも2年ぶりに到達。スタメンを外れていた5日の対広島戦6回表には公式戦自己最多のシーズン8号本塁打を代打で記録した。9月30日10月1日に東京ドームで催された巨人との2連戦では 2番、二類種として、スタメンに起用された第一戦で、1回表の第1、打席に、巨人先発、畑予習の投球を、左側頭部に受けて退場。しかし、翌日の第2戦にもスタメンで出場すると、5回表、一死無双者で迎えた第3打席で、救援登板の畑からシーズン9号本塁打を、放った。レギュラーシーズン全体では、 公式戦125試合に出場。打率3割と2桁本塁打にはわずかに及ばなかったものの出塁率366や超打率403という好成績を残した。その一方でシーズン終了後の11月9日には右足関節のクリーニング手術を受けた。2018年には前述したクリーニング手術の影響で 春季キャンプ中に2軍で調整。2016年の途中までに勇敢を組んでいた鳥谷がキャンプ中に3塁手から2塁手へ転向したが、上本自身もオープン戦の途中から2塁手として1軍の実戦へ復帰した。レギュラーシーズンでは開幕当初こそ鳥谷、西岡と併用されたものの、4月下旬から1番、2塁手としてスタメンへ定着。 5月には、1日の対 DNA 戦から4日の対中日戦まで3試合連続猛打賞を記録した。阪神の選手では2014年のマットマートン以来の記録で3試合とも3本のアンダを放っていたため、この間にシーズンの通算打率が422まで達した。しかし5日の対中日戦1回裏に2塁への 当類で左膝を負傷したため途中交代。同日付で出場選手登録を抹消されると、後の診察で左膝の全十字人体を損傷していることが判明した。6月に人体の再建手術を受けたため、残りシーズンでの実戦復帰には至らず、一軍公式戦では打率。422を記録しながら20試合の出場にとどまった。なお シーズン中に国内 FA 権の取得要件を満たしたが、シーズン終了後には権利を行使せず、チームへ残留する意向を表明した。2019年には、前年に受けた右膝手術の影響が残る状況で、春季キャンプから一軍に帯同した。レギュラーシーズンでは、2番、2類種として、スタメンに起用された5月3日の対 DNA 戦6回裏の、 第3打席に一軍公式戦初登板の坂口、光介に代わり、国吉祐希が投じた初級でこの年唯一の本塁打をマーク。この本塁打は公式戦としては自身一年ぶりで、令和時代の MPB 一軍公式戦で、阪神の日本人選手が初めて放った本塁打でもあった。その一方で、代打から出場した6月29日の対、 中日戦では八回裏からプロ入り後初めて一塁の守備についた。このようにシーズンを通じて起用法が安定せず8月には一時二分軍での再調整を余儀なくされた。一軍公式戦全体では62試合の出場止まりで自己最低の打率19。192、一本塁打、6打点を記録するなどを低迷。シーズン終了後には前年に取得した 国内 FA 権を行使せず、周期キャンプへ3年ぶりに参加した。キャンプ終了後の12月5日に、推定年俸4800万円という条件で契約を公開。2020年には、春季キャンプから一軍に帯同していたが、レギュラーシーズンの開幕後は一軍と二軍を2度に渡って往復。一軍公式戦では、 左投手の先発が予告されている試合でのスタメニア、左投手相手の代打へ随時起用されていたものの、シーズン終盤の10月下旬時点で出場が25試合、打率が171にとどまっていた。同月末には、よく2021年における球団の戦力構想から外れていることや、本人型球団での現役続行を模索していることが相次いで報じられた。 シーズン最終盤の11月6日に、この年限りで、福留康介、農美敦氏と共に対談することを、球団から正式に発表。球団からは一軍のレギュラーシーズン最終戦への出場を打診されたが、自身の意向で誇示したため、阪神の選手としては、同月1日のウエスタンリーグ最終戦で、公式戦への出場を終えた。 シーズン終了後の12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ。結局、他球団から獲得のオファーを受けるまでには至らず、12月21日に現役引退を発表した。阪神球団の職員として球団本部の進行部に配属。2021年1月からは同部が運営する。 タイガースアカデミーベースボールスクールの専属コーチとして活動している。その傍らスカイエー製作文としての野球解説者としても活動している。高校時代の監督である中井哲之から間違いなく天才です。プロとしては体が小さいですがそれを補ってあまりあるほど野球 IQ が高いとの評価を受けていた。中井は 上本から引退の報告を受けた後に、あの体で12年寛容やった。誰にでも引退の日が来るものだが、上本には怪我との戦いが続いたので、怪我さえなければとも思うと述べている。ボールゾーンスイング率が低く、選球眼の高さも持ち味であった。2015年に打撃が低迷した理由について、2番打者としての先入観にとらわれるあまり、 ちょこちょこやって失敗したと分析。その上で、今後は、起用される打順に関係なく、強く振ることを、もっと意識したいと語っている。阪神の聖二類種に定着した2014年と2015年には、セントラルリーグの二類種として、シーズン最多の失策数を記録した。さらに、2015年の阪神周期キャンプでは、 前述した故障の多さを新任の首脳人が有料。高校の先輩、かつてのチームメイトで、新任の監督であった金本による複数ポジション性構想の下で、体への負担を軽減させるべく、外野の守備練習にも取り組んでいた。翌2016年の二軍調整中には、当時の一軍外野陣が手薄だったことなどを背景に、左翼手として、 ウエスタンリーグ公式戦のスタメンに起用されることもあった。実定の創氏は、広のに続いて、広陵高校を卒業した後に、明治大学へ進学。広島入団後の2013年9月18日には、広島対阪神戦に、守備固めながら兄弟揃っての出場を果たした。7回表から創氏が、遊撃の守備についた後に、 広ロもその裏の守備から二類種として登場したことによるもので野球人生では初めての経験だったという。ちなみに、広ロノリ、創始とも高陵高校への在学中に全国高等学校野球選手権の全国大会へ出場。広ロは2003年の対東海大甲府高校戦、総子は2008年の対横浜高校戦で、 戦闘打者本類打を記録している。知人の紹介で2012年末から交際していた一般女性と2014年1月25日に結婚したことを発表した。上本自身の弁によれば女性はドキンちゃんに似ているという。ありがとうございます。